中野慎太郎は、日本の歌手。群馬県神田郡神田町出身。本名、中野茂則。神田町立第三中学校を経て、群馬県立富岡高等学校定時制、卒業。愛称は慎ちゃん。自らの個人事務所である、オフィス、中野小族。2005年までは、本名の中野茂、則名義で活動していた。 妹二人のいる三人兄弟の長男。群馬県管理郡管理町大秋畑畑那須の農家に生まれ、幼少期より、ひいばば、祖父母の影響で、阿波やのりこ、ふたばなどの歌を聴きながら育つ。6歳より、ピアノ教室に通い、ピアノと声楽を習う。高崎経済大学附属高等学校音楽系を、中退後、群馬県立富岡高等学校定時制に、 再入学、社交ダンス教室などにも通っている。その頃、エディット・ピアフ、三輪明宏などに影響を受ける。16歳になると、地元のバーやスナックで歌うようになる。アコーディオンの弾き語りもその頃始める16歳の頃から地元のバーやスナックで、シャンソンや古い歌謡曲を歌うということで話題になり、群馬県内の音楽事務所に所属し、 2002年に10歳の時、哀愁のワイングラスでデビュー。ボランティアにも力を入れ、2004年にはボランティア施設100カ所達成記念コンサートを行う。2005年に出身地のカンラ町を歌ったカンラの夜を発表同時に芸名を中野慎太郎と改める。2007年に独立し自らの個人事務所オフィス、中野の所属となる2004年オリジナルシャンソン。 ピエロの絵を発表。2007年独立後からステージ構成を歌謡曲とシャンソンというスタイルにする。2007年に上京。同時にシャンソン歌手として四谷のミュージックバーの専属歌手となり、その後2年間出演。2010年10月には恋のロシアンキャフェ、ミロール、群衆、愛の参加などのカバー曲とオリジナル曲を歌ったアルバム。 あなたへ、ポアーブーを、発表2016年11月、シャンソンオリジナルアルバム、太陽と月発表2018年8月日本シャンソン館にて、単独ライブ2020年2月群馬県玉村町、文化ホールにて、単独ライブ予定哀愁のワイングラス、春町総ピエロの絵、恋の行方観覧の夜、定めゆき二人の赤坂哀愁懐曲哀愁の、ワイングラス、東京ブギウギ、 蘇州や局湖畔の宿のブルース夜のプラットフォーム、サトウキビ畑など、あなたへ、ポアブーから恋のロシアンキャフェミローリ群衆毛川の、マリーアイの参加ピエロのエコイの行方にいた小さなあなたへ、年老いた日に太陽と月知事、ラモローゾ別れのブルース別れても、結婚太陽の月のエレジー。ありがとうございます。